ようこそ萌えテラス恵比寿へ。腹減りましたね。やっぱ海はいいな。ねえ、なんかこの風が気持ちいいですね。てかお前さ、あのクソガキ人を呼び出しといて、お前何やってんのあいつ。ねえ、先輩を呼び出しといて。先輩をお前呼び出しといてさ。すいません、遅くなりました。ごめんなさい。何やってんすか。すいません、呼び出しといて。ふざけんなお前、人を呼び出しといて。いや、そんな怒んないでくださいよ。今日すごいいいの用意してますね。ほうほう、いいの。ちょっと。はーい、お待たせいたしました。萌えテラス恵比寿へようこそ。今日は日本一のこちらをおすすめいたします。はーい、 なんだこれ。いいの来たでしょ。突然萌えなキャラで登場してくれたのはメイド喫茶のお仕事もこなす小城恵子ちゃん、ド S。 これは見るからに明らかにタイヤの銘柄じゃないですか。バトルですか。気づいちゃいました。じゃあこれ、まあ、タイヤバトルっていうことになれば必然的に BS3BS、はい、で自分これそうよ、はい、あ、じゃあ僕はこれですね。服部さんが作ったタイヤ、まあ、あの日本を代表する、ね、この3つのタイヤメーカーでとりあえず今日はバトルをしてしまおうと。よし、行きましょうか。乾杯。はい、乾杯。何言ってるのよ。もう一つあるじゃない。誰だこれ。誰だお前。いやいや、横浜タイヤも忘れないでください。なんか服部の若い時みたいな。だえお前誰。いや、なんかヒゲが。いやいやいや、違います。え、なんか、何そのすね毛。え、なにお前。え、もしかして初登場の誰。いやいやいや。誰でした。今のチンコは石浦。石浦でした。石浦登場か。石浦博明、服部直樹の弟子であり、今年は GT500 に参戦する真面目なドライバーです。頭ワーク、なんだ3つでやろうと思ったの。どうだよお前、まあ、私も入れてください。何が私も入れてくるのがキモいよ。まあこのキモさに参拝してね、この4メーカーで、そうですね、ちょっとタイヤバトルやっちゃいましょうか。いいね。ね、それでは乾杯。乾杯。触るな。サーキットでの走りに一番影響を及ぼすと言っても過言ではないのがタイヤ。中でもハイグリップラジアルというジャンルはサーキット派のユーザーがメイン。その争いも熾烈を極める。開発競争が激化するこのカテゴリーに新たなモデルが加わった。ならば行う企画はただ一つ、ガチンコ勝負でその実力を暴く。タイヤバトル2008開演。マシンはタイヤの評価を比較しやすいマツダロードスターを使用。4台の状態を揃えるためブレーキパッドはイマージュ C2 スクエア、オイルはマツダ純正オイルをチョイスした。今回企画で使用するタイヤは全て量販店で購入。いらっしゃいませ。価格の差はご覧の通り。その差が性能にどのように現れるのか。まずは恒例の意地悪企画。見えないようにしてありますけどね。ダメですよ。年寄りに優しくするもんだ、昔からな。布かぶってやがる。これですか、土屋さん。なんなんだよ、お前。じゃあ、頑張ってください、普通に。初期のグリップ感を確認するため、アウトラップから計測。クラッチミート、スタートは4500回転で揃えた。おー。割と冷えてる割にはグリップいいですね、これね。コースは恵比寿サーキット西コースを使用。最初に乗るタイヤって比較するタイヤがないから難しいんだよね。ドリドリ。結構ね、しっかりしてるこのタイヤ。グリップの安定がいいよね。まずは高いグリップにご満悦。安定してるよこれ。すごい安定してる。安心感がすごい高い。いきなり高評価。果たしてこのタイヤは。最後はフリッカーして滑り出しの引っかかり感をチェック。あー、これは立派だ。あー、腰もね、ショルダーね、しっかりしてるし。これがドリドリの正直な評価とタイム。これいいね。あ、いいですか。どうですか、どうですか。これいいね。ほう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 。さて、このタイヤは何でしょうか。どうぞ、土屋さん。
この辺のような気がする。あ、気がするですか。あのね、はい、アウトラップのあの安心感っていうとこの辺かなっていう。正解はなんとダンロップ。ドリドリいきなり大外れ。これですか。いや、なおそうなんですよ。続いてはハイブリッドラジアルのベンチマーク、横浜アドバンネオバ。思ったより滑るな。なんだべ。なんだこれ。アウトラップで思ったより滑るタイヤにドリドリが困惑気味。動きはね、シャープなんだけどね。あ、温まったら動きは落ち着いてきた。あー、でもスイートスポットだね。間口が広くないな。フロントが逃げるな。ネオバは温まりがやや遅いみたい。だろうな、ピーキーだこれ。割とね、ショルダーがすごいしっかりしてる。それでは行ってみたいと思います。強さの評価、はい、ディレッツァ。ディレッツァ、ほう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 、こうきましたか、うん、あ、またしても残念。さあ、続いて3つ目行きたいと思いますけど、はい、何やってんだよ。出ました、ブリヂストンポテンザ RE11。 頑張って逃げてください。お前何なの言ってた。いやらし大輔。ここまでで基準がずれてしまったドリドリ、果たしてこのタイヤは分かるか。俺はしっかりしてるぞ。乗ってすぐに好印象、もう気づいちゃったかな。立派だな、これも立派。高速の4コーナーもアウトラップから攻めてくる。あれ、 BS かな。あれれ、ドリドリが悩むほどその性能は近いのか。悪くないよね、これもしっとりしてる。どれでしょうか、どうぞ。わかんないね。あれあれ、わかんない、わかんない。半分は正解したものの、最初のダンロップが迷いを起こさせたのか。これが東洋です。これしなやかだね。一周目からいいグリップだよね。1周目のグリップ力で何かを掴んだか。落ち着いてるよね、このタイヤね。こう暴れないもんね。確かにブレーキングでも暴れない。あ、安心感ある。確信したか。これはしっとりしてて安心感も高い。これまで比較した中で一番グリップが高そうだ。グリップが高くドリフトしない。これはグリップ高いな。はい、これ東洋。もう、え、これ東洋。東洋ですか、うん、全然だから何が違うんですか。グリップが違う。グリップが違う、うん、これ2だよ。全てのタイヤを乗り終えて最終予想、果たして。それでは答え合わせ行ってみたいと思います。残念残念。3が BS。 土屋さん残念。 3BS あたりですね。な、はい、問題は2。はい、2番目の答えはじゃがじゃん。そう、本当です。ほら、ダンロップの予想以上のポテンシャルがドリドリを惑わせたのね。
決着は恵比寿東コース15ラップによるロングラン耐久バトル。いやー、こんな豪華なメンバーでこんなレースやっていいんですかね。とにかく楽しみです。とにかくね、この R1R これ知ってるのは自分が一番知ってると思うんで、その性能をフルに生かしてぶっちぎりで勝ちたいなと思います。頑張ります。はい、初めてのバトルで GT 選手権並みに緊張してますが、アドバンネオバの実力を見せつけてやりたいと思います。さあ、いよいよ禁断のタイヤバトル。わあ、それにしてもそこら辺のチャンピオンが集まったもんだね。ということで、私が作り上げたこのイレブンでぶっちぎりで勝ってやる。服部直樹でございます。今日はですね、タイヤバトルということで、ブリヂストンを越しちゃうんじゃないかというパフォーマンスをね、もう朝から見せつけてるんで、ちょっとこの15周バトルでもね、頑張って、行ってみたいと思います。服部直樹でした。西コースでの目隠しインプレの時より気温も路面の温度も上昇。果たしてその影響はどのように現れるのか。グリッドはイン側から西コースのベストタイムの遅い順。ブリヂストンのドリドリがロケットスタートを決め、トップで1コーナーに侵入。それではリプレイ。おお、みんなスタート前だ。いい感じ、いい感じ。俺ってやっぱ天才なのかな。うまいよね。あれれれれ、アウト側一番不利だったんだけど2番手に来ちゃいました。まずは価格の高い順番に並んだ。おお、タイヤが切れてるとき危ないな。ドリドリのインプレッション通り、アドバンネオバの温まりが遅そうだ。それではアウトラップが最速タイムだった東洋はどうなのよ。これは抜けへんで、いけるかな。さすがの D1 チャンピオンもレースは不慣れ。まずは後ろからプロの走りをチェックか。ダンロップの大輔が急接近。ほんとそんな速いのお前。ちょっとエンジン違わねえかこれ。事前のマシンチェックではその差はほとんどなかったものの、ドリドリの車より大輔の車の方が少しだけエンジンが軽いみたい。コーナーでは負けないよ。コーナーでは恵比寿東コースを知り尽くしたドリドリの走りが冴え渡る。出た、チアラインだ。速い。 RE11 のアウトラップの速さを生かしてドリドリは序盤戦でマージンを築く作戦に出る。大丈夫。2周目のタイムは作戦通りドリドリが10秒台に入れてきた。こちらも序盤のグリップで勝負したい東洋の川端だが、少し離れたか。このフロントの入りがいいな。アドバンネオバはようやくウォームアップ完了か。横グリップ自体はそんなに高くはないけど、コントロール性はすごい。バトルは5周目に突入。前2台と後ろの2台にグループができ始めた。ここからが熱によるグリップ変化が起き始める中盤戦。おお、痛恨のシフトミス。痛恨のシフトミス。車の差がないだけにこれは致命傷。川端ピンチ。ちょっともう限界です。なんとグリップダウンしたら知らせるタイヤタレタレランプを早くも点灯。いやー、残りですよ。 BS は垂れない。垂れない BS に対し垂れた東洋は大苦戦。ああ、曲がりません。
曲がりません。ドリフトしたくないのに滑る。こちらは4ラップ目からフィーリングが向上し始めたアドバンネオバ。石浦の走りも修正が減ってきた。最初ちょっとアンダーっぽかったのがだんだんバランス良くなってきたかも。前2台の BS とダンロップは1分10秒台のバトルを展開。ダンロップ意外と垂れてこないね。フロントがねちょっとこの辺でロックしやすくなったかな。おっと土屋さん、ちょっと垂れてきた。意外と垂れてこないダンロップ、それは立派。ダンロップの予想外の耐久性に必死で逃げるドリドリ。大輔はドリドリに垂れ垂れランプを点灯させようとプレッシャーを与えまくる。バトルはついに10周目に突入。序盤戦に気づいたドリドリのマージンはもはやゼロ。ちょっとね土屋さんアンダーオーバーっぽくなってんだよね。そして S 字の土屋ラインにも大輔がベタ付ける。出たアンダー封じのサイドブレーキ。いけ、よしいけ。少しでも強いトルクで路面を蹴飛ばしたいクラッチ蹴り。ドリドリは持っている引き出しを全部開けて逃げる。分かってませんよ土屋さん。すごいねダンロップ。ドリドリが若干リード。しかしこれも大輔の作戦か。すごいねこういうところのトラクションいいんだよね。勘弁してよ大輔。あまりにミスをしない大輔に思わず本音が飛び出したドリドリ。一方ここで大輔はプッシュ開始、容赦なく詰め寄る。ドリドリピンチ。シフトミスしちゃった。だがここは命拾い。ちょっとどうだろうな。あ、やばいやばい。フロントのグリップが落ちてきたかな。タイヤを温存してきたつもりの大輔だが、ダンロップもプッシュに応えるだけのグリップは残っていないようだ。そして前で BS とダンロップがやり合う隙にネオバの石浦がその差を詰めてきた。グリップダウンの兆候はなし。タイムも10秒台に突入している。やっぱりアドバンは何周走っても垂れない、それがいいところですね。バトルは残り3周。ネオバの石浦が2周連続で前2台より速いタイムをマークしている。行けイレブン、行け。集中していきますよ。ダンロップの大輔は BS のようなコーナー突っ込み重視とは対照的な走りに切り替え、速さを取り戻す。石浦のネオバはここで本領発揮。ステアリング操作を見てもいい感じのグリップが出てる。いいねいいね、追いついてる追いついてる。バトルは残り2周。ダンロップと横浜がここまでのファステストをマーク。しつこいプッシュでドリドリを追い込む大輔。2人ともはっきり言ってタレタレランプのこと忘れてます。さあ行きますよ。上りながらの進入となるニヘアピンでフロントのステアレスポンスがいいのがダンロップ。ここからのアクセル音が速い。うわーやばいじゃないの。ちょっと100R では姿勢をやや乱したが、最終コーナーのクリップを取った。チャンス、チャンス。
狙うは1コーナー来てる、離れろってドリドリは絶体絶命のピンチ。バトルはファイナルラップ。ネオバの石浦も食い下がる。ノーミスで行こう。ノーミスで。ここまでノーミスなのはドリドリだけ。果たして大輔は仕留められるか。抜けねえな。ちょっとなのに悔しいな。それぞれにキャラクターの違いはあるものの、オーバーテイクするほどの性能差はないということか。いけ、無理か、チキショー。いけー、いけー、いけー。よーし、やった、よーし、よーし、やった。そしてゴール。バトルは最後まで順位が変わらないまま、ポテンザ RE11 の勝利。パステストはダンロップディレッツァがマークした。東洋の川端選手はバトル前のウォームアップで頑張りすぎちゃったようです。タイヤが垂れてからセミでも裏か。さあ、タイヤバトル終了。よかった、 BS11 優勝。よかったですね。ほっとしました。さすが。というかね、まあね、温まるともうタイムの遜色がないですね。そうですね、まあ初めちょっとね、石浦選手が、はい、初めここのサーキット初めてっていうこともあるし、 それもあるし、あとタイヤが温まりきらない。温まってくるとバランスも良くなってコントロールもしやすくなってくる。だから途中、あ、この調子でどんどん離れていくのかなと思いきや、うん、ちょっと追いついたみたいになって、追いついた、そっからもう変わんないみたいな、はい、なんか俺見てるとね、朝乗った感じではダンロップとその BS っていうのは、はい、割とこう間口が広い、安定してて。そうですね、東洋もそうなの。だけど横浜はすごくスイートスポットが狭くて、うん、温まってくると割とこうグッとしっかりするんだけど、だけど何かあった時にパコンパコンみたいな前と後ろがね、ピーキーに出る。そうですね、多分構造的な問題の最後の最後のよれの制御が、まあ、一番バランス取れてるのが、まあ、BS とか。そうですね、高速コーナーはいいんですけど、はい、低速はダンロップ。そうなんですよね。だから高速コーナー行くとダンロップの方はちょっとやっぱ、横浜と一緒で、ぐにゃっとくるんで、思わずちょっとアクセルを戻してしまう。僕は最終コーナーの手前、あそこ全開ですから。信じられない。無理、絶対無理。それではドリドリが全開で行くという 100R をベストタイム時で比較。ニアピン先のシフトアップのタイミングはほぼ同じ、したがって同じぐらいの速度で 100R へ進入しようとしているのが分かる。 BS はこの週全開ではなかったものの、コーナー進入から脱出までの間ほとんど修正をしていないことが分かる。 RE11 は高速コーナーが安定して速い。テスト終了後の摩耗肌はどうなったのかチェック。ちょっとね、カメラさんここ寄ってもらうと分かるんですけど、このセンターのこの帯がありますよね、はい、ここがアウト側に向かってすごい固めにしてるんですよね。斜めになってくる。であとその脇のこの両内側、そうですね、ここがちょっと変摩耗してて、でこれを見るとその溶け方と摩耗肌のバランスがやっぱ一番そうですね、綺麗ですよ、安定してるのかなと。美しい。ビューティフルですね。横浜綺麗、綺麗じゃないですか。これ綺麗。タレタレボタン全然いらなかったですもん。あ、そう。はい。これは綺麗。これ優秀ですよね。タレタレボタンあったな。ちょっと忘れてたんじゃない。せっかくスタッフが気を使って作ってくれても僕ら使ってないですもんね。俺はね、大好きなバトルでいっぱいいっぱいだったの。本当に。これレーシングタイヤでしょ、このまま。ものすごいちょっと角使っちゃってますね。多分ハンドルも一生懸命乗ってたんでこじってたんで、その運転もあると思うんですけど、まあこんな感じで一発屋の東洋、はい、そうね。でまあ この3メーカーは一律、まあ、変わんないですね。もうどこのメーカーもうかうかしてられないのと。そういうことです ね。またぜひちょっとハイパワーのやつやりたいですね、これね。いいですよ、もういくらでも受けますよ。この時はダンロップは服部さんでお願いします。ドリフトチェックは D1 チャンピオンの川端正人。まずは BS。 このタイヤはね、この軽量コンパクトにとロードサービスドンピシャって感じで、リアの引っかかり、テールスライドの引っかかりもなくて、前後のバランスがとにかくいい、そんな印象を受けました。全体の評価が高かったダンロップはブリヂストンの
RE11 ととにかく性格が似てるな。きっかけのしっかりこうターンインしていく時のグリップ感がちょっと DS の方が上回ってたかな。ハードコンパウンドだというネオバはどうか。流れるまでがすごい食ってるんですけど、そこから流れ始めがピーキーな感じがしましたね。なんで、きっちりフロントのタイヤの入力をしとかないとリアがすっ飛んでいってしまう。乗り慣れた東洋はやっぱりいい。ちょっとロードスターにはきついかなっていうリアのグリップ力、それによってプッシュアンダーが結構発生するんですよね。で、パワーのある車だとそこからこうコントロールしやすいところまで持っていけるんですけど、ちょっとその辺で乗りづらさがちょっと出た感じです。とは言ってもやはり乗り慣れた東洋が一番煙出てました。ドリフト後の摩耗肌はどれも剥離やブロック飛びもなく、グーまだまだ使えます。いかがでしたか。安全に楽しくスポーツドライビングするために、その技術は競うことで磨かれていく。